はい、こんにちは。スペースインベーダーインビジブルコレクションディレクターの富山です。よろしくね、パブラム。遊べるゲームは今回の画面を見ながら説明しましょう。遊べるゲームはオリジナルとカラーの初代スペースインベーダー、そこから新要素が追加されたスペースインベーダーパート2、 UFO から牛を守るボーナスステージが話題になったマジェスティック12と、その海外版のスーパースペースインベーダー91、スタイリッシュなビジュアルとサウンドのスペースインベーダーエクストリーム、4人協力プレイが可能なスペースインベーダーギガマックス4SE、またこの一覧には入っていないのですが、ブロック崩しとアルカノイドが融合したアルカノイド VS インベーダーも遊びます。アルカノイド VS インベーダーは本作を購入すると付いてくるダウンロードコードで、別途ダウンロードすることで遊びます。1つ目がルナレスキュー。スペースインベーダーブームの後、西門氏がスペースインベーダーと同じハードウェアを使い開発した作品です。救助船を操作して流星を避けながら月面へ降下する着陸ゲームと、 UFO と戦いながら母船へ戻るシューティングゲームを繰り返し、月面に取り残された宇宙飛行士6人全員を救助するというゲームです。デモ画面にインベーダーがゲスト出演しています。2つ目がスペースサイクロンです。スペースインベーダーシリーズではないのですが、同じ基盤をもとにスペースインベーダーの生みの親である西門氏が手掛けた幻のシューティングゲームです。流星にワープしながら波動砲を発射して進撃してくる敵や、稲妻のようなサイクロン砲を放す敵ロケットや UFO をロケット砲を操作して倒すという内容になっています。このサイクロン砲がなかなか素早く避けるのが大変難しい。初期の喋るビデオゲームの一つでもあります。3つ目がスペースインベーダー DX です。オリジナルのスペースインベーダーや対戦モードに加えて、対等の歴代のゲームキャラクターが多数登場するパロディーモードを楽しめます。先ほど紹介したスペースインベーダー DX のパロディーモードにバブルボブルのステージが登場します。しょうがない。じゃあ今回はスペースインベーダー DX をプレイしましょう。こちらがスペースインベーダー DX の画面ですね。モードが3つありますが、今回はバブルのステージを見せるためにパロディーモードを選びます。パロディーモードはステージを進めていくごとに登場する対等のゲームキャラクターが変わっていきます。バブルボブルは3面で登場するので、そこまで進めていきたいと思います。まず1名はニュージーランドストーリーですね。ちょっとキャラクター名がですね、結構10点のインベーダーが、ファンキーブート、ニャボット、20点のインベーダーはパンプキンヘッドとブリックリー、これ下から言ってますけど、30点のインベーダーが岩飛びペンギンに変わっています。今出した UFO はちょっと名前がタイムアップキャラと資料には書いてあったんですけど、もっと別の名前もあるかもしれないですね。まあ、永久パターン防止キャラクターですね。で、プレイヤーはご存知チキが弾を打ってます。
ちょっとキャラクター名とか言いながらなので、23発と15発数は数えずにやっているので、ちょっと UFO の300点は出ませんが、すいません。あ、やらしい。ごめんなさい。このパロディモードではレインボー的な技はこう使えないんですね。ファンキーブーとかを残してもちょっとレインボーのエフェクトは出ません。で、2面はフェアリー&ストーリーですね。ここでも主人公トレミーが、クリアのBモードになってます。またやるっす。今出てる UFO はドラコリスケっていうドラゴンの、あれ実はラスボスですね。もともとのフェアリー&ストーリーでは非常に大きいボスなんですけど、これで UFO になるために小っちゃくなってます。ここでは10点のインベーダーが、ゴーレムとオーク。20点のインベーダーが、ウィザードとクリリック。30点のインベーダーが、レースになっています。あ、300点。やった。もともとこの20点のクレリックとか、フェアリー&ストーリーでは、こんなカラフルじゃなかったと思うんですけど、まあ、パロディーモードで、画面を華やかにするために、こう、ちょっと赤くなってるかもしれないですね。ちょっと残り、何点上がってしまいましたが、頑張ります。はい、いよいよ3面バブルボールのステージです。ここはトーチカがこうバブルになってますね。もはや早くもやられそうですけど。ここは10点インベーダーがゼンちゃんとモンスター、20点がドランクとマイタン、30点インベーダーがバデボーになってますね。バブルの仲間を一瞬だけ口を開けて上を見てるんだけど、1フレームなのでちょっと見えないかもしれないですね。あ、ちょっとごめんなさい、終わってしまいました。はい、いかがでしたでしょうか。ニュージーランドストーリー、フェアリーランドストーリー、そしてバブルボールのステージと3面プレイしてきましたけど、パロディモードはこの後もですね、レインボーアイランド、水爆大冒険、アルカノイド、危機海海、ダライアス、ドンドコドンと絶球ステージまでありますので、どうぞ皆さん遊んでください。タイトル数がさらに増えたスペースインベーダーインビンシブルコレクション、ぜひ皆さんに楽しんでいただければと思います。